はいどうも、多分これが今年公開する最後の動画になるかなと思います。本年も1年ありがとうございました。また来年もね、またよろしくお願いいたします。まあそんな挨拶は置いといて、YouTube の方のですね、ライブアーカイブは残してませんけれども、ちょろっと紹介させていただきました。プラッツの、カーモデルの福箱、こちらの方はですね、入りました。多分ご注文いただいた方の方にはもう皆さんのね、お手元に届いていると思います。何が入ってるか自分もわかりません。で、今回ですね、まあこのプラッツのカーモデルの福箱、まあカーモデル以外にも35分の1のミリタリーキット、72分の1のミリタリーキット、飛行機のキットの福箱がそれぞれありました。で、まあうちはね、まあカーモデルメインにさせてもらってますし、まあちょっとこれをね、気になったので、まあ自分用って言ったらあれですけども、取り寄せました。中身わかりません。とりあえず分かっていることは、現時点で分かっていること、カーモデルキットが3つ、25分の1のカーモデルキットが3つ、と、おまけが入っているということです。で、定価がですね、税抜きで9800円っていう風になってますね。で、プラッツの25分の1のカーモデルっていうのは、MPC、AMT アーテル、メビウスモデル、あと何があったかな。まあ、いろいろあったと思うんですけども、レベルとかは、まあ、ちょっと、また別なので、で、イタレリンもプラッツ扱いしてるんですけど、イタレリンのキットで25分の1っていうのはないので、まあ、多分入ってるとしたらアメプラだと思います。ちょっと、まあ、そのご宅はいいですね。開けてみましょう。よいしょ。よいしょ。あれ？カッターが、刃が出ない。刃が出ないので、ハサミを。よいしょ。ドキドキです。カーモデル3つでしょう。で、その MPC とか AMT とかのキットが大体今プラッツが売ってるのは5000円程度ですので、まあ入ってて、まあ1万5000円分ぐらいかなっていうふうに思いますけども、さあドキドキでございます。あ、チラッと見えてる。開けます。おまず一つ目。1961年、ポンティアック・カタリナ。こちらはですね、メビウスモデルのキットですね。スキルレベル3。ストックカーの仕様になってますね。内装がロールケージの入ってるやつですね。一つ目。次行きます。二つ目。バン。やっぱり入ってた。こういうの入ってると思ってました。AMT のですね、なんだこれなんだこれ、サーフウッディ。カスタマイズキット、カスタマイジングキット、ビルドイットワンオブスリーウェイズ。まあ要は3種類で組むことができますよねってことですね。入ってるとは思ってたけど、やっぱ入ってたか。コンセプトか、みたいなやつがね。次。こちらです。スーパーチーフ、チャージャー、ファニーカーでございます。ファニーカーか。このポーラーライツのキットですね、これは。さっきのは AMT でしょ？ AMT、メビウス、ポーラーライツと、この3種類が入ってました。で、おまけ。どこのミニカーかわかりませんが、ランボルギーニコレクションネクストっていうやつのミウラとディアブロが入ってました。これ台座固定とかないの？これミウラ。台座から外れてるの？っていうですね、この全部で5点が入ってました。サーフウッディ。という感じで入ってました。まあ、金額に関しては自分は調べません。
いや、後で調べますけど、今は調べません。皆さんご注文いただいた方々、どうだったでしょうか。こういう感じでですね、今年プラッツがね、初めて、2019年、まあ、年明けてからのやつですけども、カーモデルのキットの福箱ということで入っていました。多分、バラバラな、じゃないかなとは思うんですけど、もしね、これ見て、あ、こういう中身が入ってるなら欲しいというふうに思われた方はですね、1月7日、年明けて1月7日が第2次受注締め切りとなってますので、もし、欲しいよという方はですね、うちの方の、ご注文いただければ、1月7日始め、ただそれで発注したとしても、もう予定数量達しちゃってるかもしれないので、もう取り寄せできないよって話になってしまうかもしれませんが、もし欲しいという方、ご注文の方お待ちしております。というわけでですね、本年も一年、ありがとうございました。またね、年明けて2019年もよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。当たりとも外れとも自分的には言えない微妙な内容にちょっと、まあ、ストックカーとか入ってるだろうなっていう話をしてたんですよね。その動画じゃない、その、YouTube の枠の中でもね。もろでしたね。はい。ご視聴いただきありがとうございました。